はい、皆さんこんにちは。今日もね、世界5000万人&国内に4200万人突破記念オーブ消費ゼロの限定ガチャやっていきたいと思います。まあ、昨日の夜引いたばっかでね、もうその朝ね、次の日の朝だから結構そんなに、あ、なんか、さっき引いたなぐらいの感じなんだけど、はい、今日2日目やっていきたいと思います。Day 2ね。はい。今のところまだおかんから何の報告も来てないから、まあ多分まだ出てないか引いてないかどっちかだと思うけどね。はい、引いていこう。はい、まあやっぱこれ10回分あると考えたら、まあやっぱ1体ぐらいはなんか限定的なやつで出てほしいし、まあ星4号じゃねえよ、星5、6出てほしいよね、10回あればね。はい、今日なんかまあちょっと思い出というかさ、まああれなんだけど、俺が去年のさ、何やったっけ、弁財天から考えると、ちょっと劇獣神祭の話だけど、劇獣神祭俺も1年以上弾いてないっていうことが発覚したんだけど、大体超獣神祭とかばっかり弾いてるからだけどね。うん、弁財天の時以来、俺劇獣神祭回してないっていう。それこそ小町とかさ、ね、五右衛門の時も回してないから、だからもうそんなに回してないんだっていう、逆にね、驚きましたけど。じゃあ弾きますか。どうやろうなぁ。まあいいや。まあいいや、じゃあみんなもうさっと引こう。はい、引っ張ります。飛びます。さあどうだ。今日はどうだ。黒髪さや。はい。ということでね。ロボットキラー L を持つという非常にね、珍しかったんですよ、昔はね。はい、ということでね、まあ、はい。なんも言えねえな、なんも言えこんなもんだよ。大体こんな感じだから、みんな、分かってると思うけど、みんなもそうでしょ。俺だけこうじゃないよ。みんなそうでしょ。はい、ということなんで、残り8回でなんとか仕留めたいと思います。はい。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。